ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎ、うまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって固いから金をむしるのはどうも性に合わねっつうか。何言ってんだ、自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内気流組、天下の登場界の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだな、お前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやすさんの後押しでようやく掴んだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山くんはもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、なんだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレイナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。ダメだ、女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？あれって？フランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら、彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ねえ、それにしてみたら？そうだな。よし、それにしよう。
いらっしゃいませ。何かお探しですか？ああ、その…なんか女物の指輪でフランス製のやつが人気だって聞いたんだが。ああ、それならこちらでございます。ほう、これが今非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと次回入荷はいつになるか。よし、これをくれ。かしこまりました。贈り物でよろしかったでしょうか？ああ、その誕生日プレゼントにな。それでしたらサービスでお相手のお名前を刻印することもできますが。それじゃあ、ユミって入れてもらえるか？はい、受けたまわりました。ごめんよ。ああ。もしかしてあなたもすられたんですか？ああ、ひょっとしてあんた？ええ、私もすられてしまいました。あのすり師は隠れるのが上手で、なかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか、自販機の裏とか。そうなるか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで。なるほどな。だがどこに隠れていようが、絶対に探し出して取り返してやるぜ。もしも見つけたら私の仇も取ってください。わかった。おい、お前。盗んだ指輪を返せ。バレたか。おい、ちょっと待て。逃げ足の速いやつ。あ、財布がない。あの男スリだったのか。待ってる。
ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。そう、また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追い詰める奴がいるとは。まあ良いわ。ん？何笑ってんだ。指輪を返して欲しければ一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。ませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それがもう手元にないんです。何？どこへやったんだ？ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと。当たってればいいんですがね。結果が分かるのはもっと先のことで。なあ、その指は俺のなんだ。はい？盗まれたんだよ。もともとは俺のなんだ。だから返してくれ。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う、信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。くそ。あれ、キリュウの兄貴じゃないっすか。シンジ。こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え？
あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが時間がない、急いでくれ。あ、はい。オンに切る。今度感想聞かせてくださいね。いい女の子いますよ。さっきと値段が違うじゃねえか。またあんたか。悪いけど値上げしたんだよ。なんせ人気の品だからね。頼む、これが最後の品だったんだ。だからよそで買い直すこともできねえ。うちなら買えるよ、お金さえあればね。そうだ、指輪が俺のもんだって確かめる方法がある。本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しかったらお金用意してきてよ。くそ。シンジ。あれ兄貴、早くないっすか。ショートだったんすか。シンジ、すまん、また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか。頼む、詳しいことを話してる暇がない。他のやつに取られちまうかもしれねえんだ。ああ、そうっすよね、わかりました。すまん。よし、俺も負けてらんねえ。今日はオールではしごするか。指輪がない。さっきまであったのに。まさかもう誰かが買っていっちまったっていうのか。あ、あんたやっぱり来たんだね。おい、ここにあった指輪はどうしたんだ。そんなに慌てなくても大丈夫だよ、ちゃんと取り置いてあるからさ。え、本当か。いや、あんたがとっても真剣な表情してたからさ、気になっちゃって。それでちゃんと指輪を調べたら、あんたが言った通り名前が刻印されてるじゃないか。だから盗まれたものだっていうあんたの話信じますよ。そうか、とにかくそれを売ってくれ。ああ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれる人の手に渡ってほしいんですよ。ありがとう。大事にしてくれるさ、きっとな。お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその
俺からもプレゼントがあるんだが。本当にありがとう。そのこれなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。ああ。そうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない。え、そうなの。じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう。指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。え、どういうこと。ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。え、何、誰かそういう人がいるわけ。やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの。え、さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。